ちゃった。ねえ、連載暇だから忙しいんじゃないの。はぁ、冷てえ野郎だ。それより聞いてよ。やだね。それで、うつろぎさんは。ん、いや、なんで昨日地下2階で。おお、休みでもしてたんじゃねえの。いや、研究ですよ。研究。そう。いや、何の研究をしてらっしゃったんですか。え、僕、言語学者なんですよ。学者、はい、作戦。いや、多分本当です。なんで。うちの名前読んでた。名前それ。いや、なんで勉強書出てんの。カレー食べないときは出してます。あのさ、カレー食べないときはなんで勉強書出してんの。え、いいじゃなくてさ、仲間と来ました。いいよ、一人で。いや、ちょ、あ、だからさ、なんで免許がカレー食べないときは出したの、ね、いいでしょ。いや、いいでしょじゃなくてさ、お前それ問題おかしいだろうよ。ちょっと、あ、なんだからさ、俺は聞けよ。なんだよ。だから、昨日ね、変な人が地下1階で、地下2階です。地下2階に行ってる間に変な人が来たの。ここ変な人しか来ないでしょ、最初から。俺以外何を言うか。いや、こいつだってハイパーじゃねえかよ。誰がハイパーやねん。ハイパーや、お前。こいつよりも変なのか。同じくらいか。それは変だー。これみんなほんま、そうじゃなくて、みんなトイレから出てきたの。トイレ、あっちのトイレですか。誰だってトイレから出るだろ。そうじゃなくて、でもなんて説明すればいいんだろう。前にマリコンったことしかない。階段から、普通階段から降りてくるじゃないですか。うん、でもその人いきなりトイレから出てきたんですよね。おお、そりゃ変だわ。それ、まあ、最初からそうやって言えよ。言ってるじゃないの。もうだから、カン・フミヤさんって言って、考古学者の。考古学だってよ、またつまんなそうな学問は。いやー、僕は魅力感じるわ。変なもん同士感じ合ってればいいさ。いいか、数学こそが唯一無二の美しい学問。その美しい解を求める、あー、フェルマーの最終定理。これは、それは、あ、それ忘れてたの、その人。うん、でも取りに来ますよ、大事なものだったら。バカだな。これ、やっぱ似てる。僕はこの数年追いかけてる文字に。え、その考古学者、いつ来ます。わかりませんよ。おお、もう考えても違う。